大学の松本でございます。今回はですね、大いなる鎌学会に関する、2つ目の番組になると思いますけれども、ビッグデータ活用による大いなる鎌創生プロジェクトについて、話をしていきたいと思いますけれども、今日のゲストはこのプロジェクトのリーダーでもあります佐藤先生です。佐藤先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この大いなる鎌学会にはですね、4つの研究プロジェクトがありまして、健康まちづくり産業プロジェクト、創業支援プラットフォームプロジェクト、湘南富士山におけるインバウンドプロジェクト、そしてビッグデータ活用による大いなる鎌創生プロジェクトということで、特にこのビッグデータプロジェクトというのは、他のプロジェクトにも多分つながるようなプロジェクトでもあるので、この大いなる鎌学会の中でも非常に大事なプロジェクトだなというふうに思っているんですけれども、今日は、ある意味このビッグデータというものがそもそも何なのかというところからスタートしてですね、このプロジェクトが何をやって何を目指しているのかということを少し議論を深めていければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあまずですね、ビッグデータはビッグデータって最近よく聞く言葉ですけれども、そもそもビッグデータって何なんだろうっていうところですね、その辺からまずお話を聞かせていただければと思うんですが。はい、そうですね、世間一般的にもですね、そのビッグデータっていうものがこういうものだっていうようなカチッとした定義があるわけではないんですね。で、よく言われるのは3V と呼ばれるようなですね、ボリュームがあってバラエティがあって、例えばベロシティ、速度がすごく速いというような、そういうようなデータだというふうに言われているんですけれども、ビッグデータというその言葉が流行った背景からすると、そのこれまでのコンピューター技術ではなかなか対処しきれないぐらいの大量のデータが出てきたぞっていうようなところからですね、これまでのデータと区別してビッグデータと呼ぼうというふうになったというのが正直なところかなというふうに思います。その多分 ICT がこう進化していて、そういったものが処理できるようになっていった、またはそういったデータを取れるようになってきたというのが大きな背景だと思いますけれども、それが我々のこうテーマであるそういった経営ですよね。経営に与えるインパクトというのはどういうところにあるんですか？そうですね、まず一つには、これまで直接的に観測できなかった人の行動とか考えですとか、そういったようなものが観測できるようになってきたっていうのが大きな違いかなというふうに思います。例えばこの大いなる鎌学会のテーマでもあるですね、地域課題というようなところに関しても、これまでの調査手法の多くというのはアンケートっていうものが主体になっているかなというふうに思います。例えば国勢調査にしてもそうですね、あくまでもアンケートベースであるというようなところで、そこはそのアンケートの対象者ですねの、その時の記憶であったりとか感情であったりとかによって、もしかしたら答えというものが変わってくるかもしれないというようなものですし、国勢調査は基本的に義務になってますけれども、その他のアンケートでいうと全量というのはもちろんできないというようなものになります。で、そういうように対してビッグデータというのは直接的に観測したものであるというのが一番大きな特徴を持っているかなというふうに、特徴なのかなというふうに思います。思ってまして、それを活用しなければ、ダメかというものではないんですけれども、逆に活用することができるようになると、これまでとは全く違ったですね、考察が得られるものなんじゃないかなというふうに思います。つまり、これまでよりもさらにリアルなデータと、これまでちょっと取れなかったような、その詳細なデータも取れるようになってきたということですね。そうですね。特に佐藤先生はある意味こう街づくりとかっていうのはご専門じゃないかもしれませんけれども、実際この街づくりとかですね、地域活性化みたいなことに、このビッグデータが活用できる可能性みたいなのはどんなふうに感じましたでしょうか、今回のプロジェクトやってみて。そうですね、今
多摩学会の中で使わせていただいているデータというのは、あの ID ポスデータと呼ばれる、はい、会員 ID 付き の、 あのレジのですね、あのデータ、つまり誰がいつ何を買ったかというのが分かるようなデータになってます、うん、でそういったデータっていうのはこれまでその小売店の経営ですとか、うん、あるいはメーカーさんの戦略ですとか、そういったようなところに生かされることはあっても、うん、こういう地域課題というところに生かされたことってないのかなというふうに思います、はい、で一方で地域課題の研究、その中でも、うん、あのポスデータに関わるような消費研究というのは過去の事例としてはやはりあのアンケートベースというものが多くなっているかなというふうに思ってまして、はい、でそういうふうになるとですね、その消費といってもある程度カテゴリーレベル の、うん、あのものでしかないかなと、というふうに思うんですね。それに対して ID ポスデータっていうのはもう一番細かいところでいくと商品名まで、追っかけていけるというようなところで、よりですね、その消費の実態というのが詳細に分かるというような特徴を持っているかなというふうに思います。で、そういったデータが地域課題の解決に必要なのかどうかというのはもちろんあのこれからあの検討していかなくてはならないし、また、そういうようなテーマもこの学会での研究、このプロジェクトでの研究っていうところで解くべき課題なのかなというふうに思っているんですけれども、はい、でも私としてはですね、これまでのその分析の結果から、まあ、そういうところを活かせるあの可能性っていうのが非常に大きいのではないかなというふうに感じています。まあ、そういった可能性を感じられる、まあ、研究になっているということですけれども、それではまあその具体的な、まあ、研究の中身についてお伺いしたいんですけれども、はい、これは、まあ、あの実際ですね、カスタマーコミュニケーションズ株式会社という会社さんにも協力をいただいているプロジェクトですけれども、はいはい、まあ、具体的にどういう研究をされているか、はい、まあ、その辺をぜひご紹介いただけますか。はい、今はですね、先ほど申しました通り ID ポスデータをお預かりして分析をしているというような状況になります。でそのデータというのは、多摩地域の、住民の方々が使われている一部のドラッグストア、あるいはスーパーマーケットの、データということになります。はい、でまあ、今のところですね、まだまだもちろん研究は途中なんですけれども、あのそのデータを使って地域の方の消費パターンというものをですね、あの分類していくというようなことをやっておりまして、その中でですね、 ある程度この多摩地域の消費の型というものがいくつかに分類できるのかなというふうに見えてきたというような状況です。はい、そうですか。はい、もう少しその辺詳しくはい、お聞きしたいんですけども、はい、まあ、いわゆる消費の形というかスタイルというのは、はい、具体的にはどういうものを指すんでしょうか。はい、最もですね、その地域課題の解決っていうテーマにおいて、はい、今回興味深いなというふうに思ったところでいきますと、はい、買い物のかなりの部分をある一つの店舗で、行っているっていう消費者と、はい、そうではなくてその店舗ごとにこの買うジャンルを決めていたりとか、いくつかの店舗を使い分けているんだろうなっていうようなパターンの消費とっていうのが分かれたというのは、これは非常に興味深いところだなというふうに思っています。はい、と言いますのも、買い物のほとんどをある一店舗で済ませているというようなことに関して、はい、それがその店舗をすごく好きだからそこで済ませているんですということであれば問題はないと思うんですけれども、はいはい、そうではなくて消費環境、あるいは身体的な状態っていうものの何らかの制約があって、はい、その店でしか買い物ができないというような状況であるのであれば、はいはい、これはもしもその店舗がなくなってしまう、あるいは移転してしまうって言った場合に、その人の消費環境というのはどうなってしまうんだろうっていうような問題とか、あるいは、その身体の状態がですね、あまり良くなくなってきた場合に、消費というものがどうなってしまうんだろうっていうような、その、まあ、買い物弱者、あるいはクオリティオブライフって言ったようなところの問題につながってくるのかなっていうふうに思ってます。まあ、そうしますと最近ですとよく言われているまあ買い物難民じゃないですけども、はい、高齢者の方がまあやはり体を悪くしたりし、はい、または移動手段がない状態でまあ買い物に行けなくなってしまうという問題というのはかなり、まあ、まだまだこれはどちらかというと地方の問題と言われていますけれども、ただまあこの多摩地域というかですね、特にこの多摩ニュータウン地域というのはまあ山坂が多くてですね、はい、
場合によってはそういった買い物難民というのが、はい、まあ、起こってしまう可能性があるというところだと思うんですが、はい、その場合ですね、今のお話だと先ほどのビッグデータの可能性からすると、はい、この方が一体何を買っているかとか、はい、その商品まで分かるということですよね。そうですね、はい、だから今私はこの先にですね、解明していきたいなというふうに思うのは、その消費のレベルですね、個人個人にとってその維持したい消費のレベル、はい、それはただ単に必要なものが買えるっていうような最低限のレベルではなくって、はい、その消費をすることがまあ楽しいなというふうに思えるような、はい、まさにクオリティオブライフが保たれるようなそのレベルでの消費っていうのは、どれぐらいの商品のバラエティがあったら、あるいはどういうようなジャンルでどういう選択肢があったら保たれるのか、そのようなところまでですね、解明できたら面白いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、今おっしゃっていただいたように、本当に買い物っていうのはただ単にその必要な物資を手に入れるだけではなくて、はい、まあ、人によってはまあ散歩がてらとか、そうですね、または誰かと一緒にこう買い物すること自体が楽しいとか、はい、まあ、そういったものが必ずありますよね。そうですね、だからそういったものもこうその分析の中に加えていくということもできればいいかなと思いますけど、はい、そういったことも可能なんでしょうか。そうですね、これはまだ、うん、今まさにですね、その研究中の題材になりますので、はっきりしたことは言えないんですけれども、うん、まず一つにはですね、今回のその消費パターンを分類していく中で、菓子類の、はい、その買い回りの特徴というものでですね、その消費パターンが分かれる部分があったんですね、はい、でこれは非常に私としては着目しているところで、はい、その菓子類というのはそれこそ必ずしも必要なものではない、はい、ね、だけれども多くの人が、必ず何かしら買っているっていうようなものでもあるので、はい、それによってその消費パターンが分類されたということは、そこが何かその買い物楽しさみたいなところの一端を示すものなんじゃないかなというようなヒントかなというふうに思っていまして、今後はその菓子類の買い回りっていうところをもう少し詰めて研究していくことによって、その消費者が求める消費の形っていうものをですね、少しでも明らかにできたらですね、そういう買い物難民であるとか、はい、クオリティライフの担保であるとか、はい、そういったような課題の解決っていうようなところに役に立てるのかなというふうにして考えています。これは多分聞いている方も疑問に思うかもしれませんが、いわゆるポスデータ、いわゆるこうコンビニとかでピッてやった時にですね、まあ、この人がどういう年齢の人かみたいなことはこう入れたりってことはできるかもしれませんが、はい、まあ、何を買ったか、どれくらい売れたかっていうのは分かるかもしれませんが、うん、まあ、その人の属性ですよね、はい、年齢とか、まあ、言ってしまえば住所みたいなものを含めて、はい、こういったものも取り入れた、これはデータなんですか。ですね、今のところ、超聴目までの住所が分かっています、はい、なるほど。そして年齢でいうと何歳代か、はい、10歳刻みが分かっています、うん、そしてあとは性別ですね、うん、というものまでがついているデータになっています、はい、で確かにおっしゃる通り、その何を買っているかっていうことだけで本当にその人のその商品に対する思いとか分かるかというと、これは難しいと思うんですね、はい、ただやっぱりそのもちろん年齢とか、性別とかもありますけれども、それ以外にその町長目まで住所が分かってますので、うん、地域ごとが持つ特性っていうものも、はいろ、はいろと結合して分析することができると思うんですね、うん、それこそ国勢調査のこともそうですね、はい、そうですし、それ以外にもいろいろ地理情報に結びついたデータというものがありますので、そういったものから類推することによって、その地域のこういう買い物をしている人たちっていうのはこういう状況なんじゃないかとか、そういうようなことが分かってくる可能性というのはあるのかなと思ってます。すると、まあ、この地域ではそのうちこういったニーズが高まっていくだろうとか、はい、もしかしたら今こんなことに困ってるんじゃないかとか、はい、まあ、そういうことも予測できるってことでしょうかね。そうですね、やはり地域課題の解決っていうことで考えますと、そこまで踏み込んでいかなくてはならないかなというふうに思っています。はい、まあ、実際佐藤先生がこのプロジェクトに関われて、まあそういう意味ではこう地域活性化とかまちづくりというのは多分今までの中であまり扱ってこられなかったことじゃないかなと思いますけども、まあ実際やってみてこう発見とかご自身の中でこうある意味変わった部分というのはございますか。はい、そうですね、まずはそもそもこのビッグ
グデータを地域課題に生かそうというような取り組み自体がですね、かなり最近出てきた潮流だと思うんですね、はいはい、総務省の方がですね、地域創生に絡めてそのビッグデータの活用というものを地方自治体でも進めていこうというようなものが打ち出されたのもまだ数年というようなところなので、まあ、新しいその分野であるというようなところの面白さというのはやはりあるかなというふうに思いますし、またその私自身ですね、そのビッグデータというものを地域課題に絡めて考えたときにですね、今後こう ICT が進化していく方向とその地域っていうものの結びつきを考えた時にですね、その地域というものはかなりデータを生み出すようになってくるというふうに思っているんですね。それは一つには今回の ID ポスのようにそもそもその地域 の IT デバイスというものが進化していきますよねというものもありますし、あるいはそのドローンのような遠隔操作でしかもその移動のデータだとか、あるいはその行った地点でのデータだとかを集めてくるというような技術っていうものが特にその必要になってくるような場所であると思ってますし、あるいは2020年に向けて自動運転をはじめとする車のスマート化というものが始まってくれば、やはりその多摩地域のようにその車移動が主な地域っていうようなところになってきますと、そういうようなところでもデータを生み出してくると。でその上さらにですね、スマートフォンみたいなものもそれを使う高齢者の数もどんどん増えてきますと、そうするとやっぱり地域が生み出すデータっていうのはこれからもしかすると都心部よりも急速に伸びてくるっていうような可能性はあるかなというふうに思ってまして、でそういったようなものが集まるようになった時にそれをちゃんと活用できる基盤があったりとか、ちゃんと学術的な研究があったりとかっていうのは非常に重要なことなんじゃないかなというふうに感じます。今お話にもありましたけれども、例えばリーサスのような、はい、まあ、誰でもこう使えるような、まあ、ビッグデータというのが、まあ、本当にこうネット上で扱えるようになってきて、はい、いわゆる我々 のような研究者だけじゃなくても市民レベルでそういったものを扱ってですね、はいはい、でまあ、デバイスも本当にスマホがあればそういった簡単な分析ができてしまうような、うん、まあ、そういう時代になっていますので、はい、そういう意味ではこう市民が参加してですね、はい、そういった新たな自分なりのデータを作っていくとか分析をしていくみたいなことが、うん、まあ、できるような時代になってきたのかななんていうふうには思うんですね。そうですね、技術的にはそういったようなことは可能かなというふうに思ってまして、あとはですね、仕組みの整備っていうようなところと、はい、あとは人の意識の問題かなというふうに思っています。でそういった上でですね、やはりこの大井奈良多摩学会のような学会が果たす役割っていうのはすごく大きいんじゃないかなというふうに思っていまして、私の方でもですね、まあ、今回の研究結果というものは全てその地域のデータとしてその地域の地理情報に組み込めるような形で持っていますので、まあ、そういったようなものをきっかけにですね、その本当に多摩地域の人が多摩地域のために使えるようなデータベースみたいなものを学会で整備できたら、これは非常にその学会として大きな役割を果たすことになるんじゃないかなというふうには考えています。まあ、私どものもともと構想したこの学会というのはある意味こう実践的であり、さらにはまあ研究者だけで閉じずに、はい、まあ企業にしろ行政にしろまたは市民にしろそこに参加しながら具体的な問題解決ができるような学会を目指していますので、その意味ではこの今おっしゃったビッグデータのなんかプラットフォームみたいなものがこの学会に一つ武器としてね、揃うと非常にこれは、研究そのものもそうですし、こういろんな方の参加がね、増えていくんじゃないかななんていうふうには思いますけどね。そうですね、なので最初に松本先生もおっしゃった通り、他のプロジェクトのデータとかもですね、全て結合できるような、はい、プラットフォームというものがあって、で例えば私の研究でも私が研究した結果っていうものをなんか全て信じてくださいとか、あるいはこれがこう言ってるのがこうしなきゃいけないですよって言うんではなくて、その元データに触れたりとかそれを別の角度から分析できたりとか、全ての人がそういうようなことができる
な環境っていうものになることによってより良いですねその研究なりあるいはその分析結果の活用なりっていうようなものができてくるかなというふうに思いますのでぜひそういった部分はチャレンジしてみたいなと思いますね、面白いですねやっぱりそのデータこのビッグデータにだからこそこう閉じられずにですね皆さんで いじってですね、いろんな意見を、もらうというのは、まあ、そういう意味では一それぞれの研究者にはまあ限界がありますから、いろんな意味で広い視点をねもらうためにも、そういった仕掛けは必要かななんていうふうには思いますけどね。そういう意味では今後もこの研究は続けていかれると思いますけれども、まあ、今後ですね、特にどのようなことを具体的には進めていこうと今は考えていらっしゃいますでしょうか。そうですね、まず一つにはこの ID ポスデータを使った研究というようなところもまだ1年も経ってない状況ですので、そこを深めていって、しっかりと ID ポスデータとその地域課題の解決っていうものを、結合するところをやりたいなというふうに思ってます。でもう一つの方向性としては、先ほどもお話ししました通り、その地域っていうところにフォーカスして、この地域の地理情報としてのビッグデータというようなものを集めたときにどんなことができるんだろうというようなことを考えていきたいなというふうに思っています。と言いますのが、今ID ポスデータ使っているのは多摩ニュータウンの地域のデータですというようなところなんですけども、大いなる多摩学会というところで見ますと、もっと広い地域というものが対象になっているかなというふうに思いますし、そこの大きな特徴としては流域だと思うんですね。多摩川の流域であるとか、そういうようなところだと思ってますので、そこに着目してですね、そのデータっていうものを結びつけていった時にどういうようなものが見えてくるのか、それはおそらくは一番は土地利用っていうような問題から、そこからなんか出発して、その地域課題っていうものがどういうふうに現れてきて、そして解決できるようになっていくのかっていうようなところがですね、見えてくると面白いんじゃないかなというふうに思います。そうすると、まあ、それこそ地理であったりとか、まあ、都市工学であったりとか、まあ、ある意味こう我々多摩大学だけではできない、また ね学問の分野にもこう入っていくような感じなので、まあ、そういう意味ではぜひ、他の大学の研究者とか、他の企業の方にもご参加いただきたいなというふうに思いますけどね。はい、おっしゃる通りです。まあ、そういう意味ではこう活用範囲がどんどん広がっていくというところですけれども、ここもぜひお聞きしたいのは、まあ、ビッグデータというものの、まあ、対比になるかもしれませんが、まあ、私が特にやる手法としては、そのフィールドワークであったりとか、まあ、インタビューであったりとか、いわゆる定性的と呼ばれるようなデータがありますよね。そういったものとビッグデータとの関係というのはどういうふうに考えたらいいでしょうか。なるほど、それはですね、すごく関わりは深いというふうに思ってまして、よく統計の世界なのでも話題になるのがですね、少なくとも今の統計学っていうのはですね、その相関関係っていうものは分かるけれども、因果関係っていうのは分からないよっていうような状況なんですね。まあ、もちろん因果推論という分野があってですね、その因果まで分かろうとするっていうような試みがあるにはあるんですけれども、まだまだですね、そのデータとデータの因果関係、これがこうなるからこうなるっていうようなことをこう自動でコンピューターに判断させるというのは、ルールがある中では簡単なんですね。例えば将棋で勝ちますと、囲碁で勝ちますとか、こういう手を指したから勝ちました負けましたとかっていうようなことは簡単なんですけれども、そうではないこういう社会的な課題に関して、その因果関係を自動で判別するっていうのはまだまだコンピューターには難しいし、データというだけでは難しい、ビッグデータだけでは難しいところなんですね。なのでそういった面ではですね、そのデータの分析の相関関係を因果関係に発展させるっていう上では、そういったような定性的なデータっていうものも非常に重要になってきますし、もしかするとこの先そういう統計的な手法、あるいはその ICT の発展なんかによって、そういったようなそのインタビューのデータですとか、そういったようなものを今のそのポスデータとかと結びつけるような手法っていうようなものが出てくるかもしれないですし、そういったようなところで将来的に融合していく分野なのかなというふうに思っています。
まあ、そもそも研究ってある程度その複雑なものをある程度こうシンプルにですね、な因果関係だったり相関で捉えて、はい、物事をの、まあ、ある部分をこう理解するっていうところがありますよね。はい、ただまあそれによって写像されてしまうものもたくさんあって、はいはい、これだけ世の中が複雑になってですね、うん、非常に不確実なものが多い状況においてはいかにこう複雑なものを複雑なままちゃんと理解をして、うん、さらにそれを問題解決というかですね、はい、そこに導かなきゃいけないと思うとですね、はい、まあ、やっぱりそういったビッグデータの手法と、はい、そういった定性的なものはより組み合わさってですね、うん、よりまあ本当の現実の問題解決にですねつながるようにならないと、まあちょっとこれはまあ研究者としてまたはこの大学の役割としてですね、ただ今後はちょっとそれじゃ物足りないよねって言われてしまう気がするんですよね。なるほどなるほど。そうですね、まさにそのビッグデータというものがそのもてはやされるようになったそのきっかけっていうものもそのお話と関係があるんじゃないかなというふうに思うんですね。例えばですねビッグデータで、まあ、一番有名なというか分かりやすいところで言うと、はい、商品のレコメンデーションってあるわけですね、うんうんうん、でじゃあレコメンデーションってそれまでなかったかというとそうではないですよね。一番分かりやすいレコメンデーションってランキングですよね。ランキングトップ10はとかっていうようなものが一番分かりやすいレコメンデーション、うん、でランキングトップ10って何かっていうと究極の抽象した姿ですよね、うんうん、消費を究極的に抽象するとこれを求めてますっていうのがランキングの姿、うんうん、その他のものを写像しましたっていうようなところですね、はいはい、それがビッグデータっていうものを使うことによって、うん、その全員が買っているもののランキングではなくてあなたにより合うもののランキングっていうものができるようになったっていうのはこれが現代のレコメンドだと思っていて、それを可能にしたのがビッグデータですと。つまりはビッグデータっていうのはこれまで抽象化の中で捨てられてきたものを捨てずに役に立てていこうっていうような流れっていうふうにも考えられるんじゃないかなというふうに思いますので、そういった今でも今松本先生がおっしゃったようなそのこれまでのように完全に抽象化するのではない世界っていうものをいかに実際に役に立つものにしていくのかっていうところにそのビッグデータのもう一つの役割ってあるんじゃないかなというふうに思います。なるほど、はい、まさにこう地域をテーマにしている人間からするとこう地域ってもう複雑の塊なんですよね。そうですね、ある意味単純化して見れなくて、はい、まあ、そうは言っても例えばこれが事実であってもそうではないということが優先されたりとか、うん、いろんなものが入り混じって多様な世界が地域だとしたら、はい、まさにそれをこう捉えられるという意味では今までなかなかできなかったことがですね、うん、今のビッグデータのお話を聞いているとまさにこの地域、まあ、多様で複雑な地域を捉える非常に有効な武器になるんだろうなというのをちょっと改めて今日は感じたかなというふうに思いますけどね。、はいはい、そういうふうになればいいなと思います。いいと思いますね。はい、はい、まあ、そういう意味では先ほどお話があったようにこのビッグデータのプロジェクト、この他のデータまたは、プロジェクトともつながってですね、よりこの学会の売りにしていきたいと思いますので、佐藤先生にかかる部分って非常に大きいですけども、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。